1916年のワールドシリーズは、1916年10月7日から10月12日まで行われたメジャーリーグのワールドシリーズである。第13回ワールドシリーズ。アメリカンリーグは前年の覇者ボストン・レッドソックスとナショナルリーグは初出場のブルックリン・ロビンスとの対戦となった。結果は4勝1敗でボストン・レッドソックスが2連覇を達成した。 表中の R は得点、H は安打、E は切削を示す。日付は現地時間。勝ち、アーニー・ショア杯、ルーブ・マーカード本塁打、BRO なし、BOS なし観客動員数36,117人、マサル、ベイブ・ルース杯、シェリー・スミス本塁打、BRO ハイマイヤーズ BOS なし、観客動員数41,373人、マサル、 ジャック・クームスイ、カール・メイズ・エース、ジェフ・フェファー本類だ、BOS、ラリー・ガードナー・ BRO なし観客動員数21,087人、マサル、ダッチ・レナードイ、ルーブ・マーカード本類だ、BOS、ラリー・ガードナー・ BRO なし観客動員数21,662人、マサル、アーニー・ショアイ、ジェフ・フェファー本類だ、BRO なし、 BOS なし観客動員数4 2 6 2イ人ベースボール、レファレンス .com1916 ワールドシリーズ。ありがとうございます。